東京の劇団の上野書団東城一さんと申します。はじめまして。ちょっと見えてないのありますけど、まあ、こういう緩い感じで、台本のない緩いお笑いのお社会をやっております。なんでしょうね、去年は大阪で ABC ホールでやらせていただいたり、感激生さんにいろいろお世話になってるんですけど、まあ、緩い東京の笑いっていうのとちょっとまあ分かりやすいお話なので皆さん見ていただければなって思いますっていう、こういう真面目な感じで紹介させていただきます。あとは、まあ、ホームページとかいろいろ書いてありますけども一応お笑いということでございますので、ゆるゆるとした感じで、あまり気合い入れないで見ていただければと思います。よろしくお願いします。あと10秒しないです。あ、そうですね、演劇っぽくないです。演劇もそうですね、いろんな、まあ、いいです